どうも、クライアントしなおです。今日は雑談動画にさせてください。今日の話題なんですけれども、演奏してますか？皆さんは演奏してますか？っていうお話をしていきたいと思います。音楽演奏してますよ。何を言ってるんだ、なおさんはっていう方たくさんいらっしゃると思いますけれども、最後まで聞いていただけたら幸いでございます。皆さん、演奏という言葉の、まず成り立ちを考えたことありますか？ってお話なんですよね。もともと、演奏という言葉は昔からあった言葉ではありません。明治時代に生まれた言葉なんですね。こういう言葉って結構あるんですよ。共産主義、民主主義とか、議員とか、選挙とか、まあいろいろありますけど、まあいろんな言葉、今ちょっとね、東京都知事選挙だから選挙に寄せたような言葉になってしまいましたが、まあこういう言葉とかね、あと演奏会、演奏のつながりでね、演奏会とか、演技とか、あと最近生まれた言葉もありますよね。演者というのも、まあ、昔からある言葉かもしれないですけれども、最近 YouTube ではよく使われる言葉になりました。あと演劇、演奏関係ではそういう言葉も明治以降に作られた言葉ですね。新聞とかもそうですよ。まあ、音楽用語大体明治の後に作られた言葉です。これを和製漢語と言います。和製っていうのは、音楽の和製じゃないですよ。日本語の和ですね。和に、製造のせいですね。和製漢語と言います。で、この和製漢語の一つに演奏という言葉があるんですけれども、これは欧米の言葉を日本語にするために漢語を作った、漢字を作ったという部分があります。で、何の英語を元にしたかというと、パフォーマンスです。パフォーマンスというと皆さんにとってみればあんまり演奏と関係ないように思うかもしれませんけれども、パフォーマンスの日本語訳は演奏も含まれるんですね。興行とか演奏とか、まあいろいろあるんですけれども、まあそれに普通日本語で使われるパフォーマンスも、まあ演奏含まれるんですが、そういうの全部含めてパフォーマンスの一つの部分として演奏という漢字が作られました。で、これは演技も同じです。演技もパフォーマンスの中から作られた漢字でございますけれども、まあそこはまあ余談ですがね。で、まあパフォーマンス、要するに、なんですよ、元々の意味が。で、英語だとプレイングだと思ってたんですけど、どうやら違うみたい。だから日本の演奏という言葉は、元々を返せばパフォーマンスなんですけれども、今ではプレイングの意味で使われますね。で、まあ、プレイングもいろいろ調べてきましたけど、元々プレイングっていうのは、遊ぶという意味じゃないですか。で、欧米の人たちは、遊ぶっていうのは怠けるとかそういう意味合いじゃなくて、自分の好きなことに没頭する、趣味に没頭する意味合いの方が強いらしいんですね。だから音楽をプレイングするってことは音楽に没頭するという感じになるわけです。で、ですね。まあ、皆さん音楽に没頭してますかっていうと、まあ、してますよって言うかもしれませんけれども、私が言いたいのはね、そこじゃなくて、まあそこもあるんですが、漢字を二つに分けてみると、演じる奏でるですね。演じる奏でると書くんですね。じゃあ演じるの演ってどういうことなのかなって考えてみたんです。これなかなか明治時代になぜこの和製漢語を当てられたのかっていうのが書いてなくて、で私は調べても出てこなくて、国語辞典書いて調べても何でも分かんなくてね、結局自分で考えたんですよ。そしたら奏でることを演じるっていうのはね、音楽表現が含まれてるんじゃないかな、この演に思うわけです。だって演技、要するにまあよく劇団とかで使われる演技っていうのは技術を演じるって書くじゃないですか。で、技術を演じるって何のこっちゃって考えてみたら、自分の表現じゃないかな、この演って部分は。演じるって部分は表現なんじゃないかなって思うんですよ。演技とか、まあ演奏もそうだし、まああと何があるかな、演がつくこと。まあ演じるという部分はやっぱ表現なのかなって思うんです。だから皆さんは音楽を奏でてるだけじゃないかな、そういう人が多いんじゃないかなって思うんですよ。きちんと演じられてますかっていうお話なんですね。これ明治時代に漢字作った人ね、誰が作ったか分かんないです。結構有名な人が当時作ってたそうですよ。今誰だっけな、もともとちょっと今思い出せないですけれども、福沢諭吉さんだ。福沢諭吉さんが結構この和製漢語を作ったんで、まあ音楽という字が福沢諭吉さんが作ったかわかりませんけれども、まあ当時の、まあ、すごい頭のいい人たちが作った単語の中で、この演奏と演が含まれるというのはね、やっぱすごい意味合いがあると思うんですよ。で、
奏でるという言葉があるのにもかかわらず、わざわざこの和製家具を作ったということは、この縁というところに非常に重要な意味があると私は感じてるんですね。これは私の個人的意見ですよ。で、じゃあ表現、まあ音楽表現の話は過去にしましたけれども、このきちんと音楽表現を自分の中でできているか否かっていうところをね、一度皆さんに感じてほしいというか考え直してほしいと思うんですね。結構プロ奏者も含めてですよ、音大生も含めて演じることできてない人多いです。そして演じるということを自覚してない人が多いと思います。で、自己表現っていうのはね、なかなか自己表現の表現をしてる人はいるんですよ、たくさん。もちろんそれはプロの人はそうだし、音大生も一般のアマチュアさんも、ね、学生さんも表現をしようとはするんです。だけども自己表現をしようとしてる人がどれだけいるかって話を考えたときに、そこまで多くないと私は感じます。以前ねお話しさせていただいたときに、この表現の話、音楽表現の話したときに、理論派とそして感覚派がいるというお話をしました。で、感覚派からすれば理論派は一発でバレます、これわかります。でも理論派の人からと見てみれば、感覚派っていうのは本当に感覚派なのか理論派なのか多分判別できないと思いますけど、感覚が優れてるとか理論がすごいとかいう話じゃなくて、この演じる表現っていうのは、まあどっちかというとその両方を含まれると思うんですね。私、理論も感覚も両方やる人を演じてる人と思うんですよ。で、この演じられてる人、これはドラマとかの演劇とかにも言われるんですけど、思うんですけど、演技の方にも言えると思うんですけれども、じゃあ果たしてきちんと演技できてる人ってどれだけいるのかなって思うんです。きちんと演奏できてる人ってどれだけいるのかなって思うわけで、これは上手い下手とか楽器の技術じゃなくて、こう演奏を聞いた瞬間に、こう聞いてる側が引き寄せられる、没頭してしまうっていう、なんかファーって言ってしまうような、まあ演奏だったり演技をする人ってなかなかいないんじゃないかなって思うんですよ。で、この辺の意識というか考えを少し持ってみるだけでもね、音楽というものがいかに深いものかってことと、あとすごく面白いものかってことを感じれるので、ぜひぜひ皆さん、そちらの方も考えてみてはいかがでしょうか。自分がプレイングですね、趣味に、音楽に没頭する、音楽を演奏することに没頭するっていうことを意識しても、意識とか意識じゃないんだけれども、考えてみてもいいですし、感じてみてもいいですし、パフォーマンスとしての意味合いの演奏を考えてみてもいいですし、まあこの辺はどちらでもいいんですけど、とりあえず演じるということを意識してみてほしいなって思いました。で、やっぱり音楽と一体化するという感覚はなかなか掴むまでに時間かかりますし、どうすればいいんだそれじゃあって思う方多いと思います。で、私は最初は真似でいいと思います。いろんな人の音楽を真似てみる、聞いたものをそのまま演奏してみる、聞いた表現、自分が好きだと感じたもの聞いて、あ、この演奏いいな、あの演奏いいな、いろいろあると思います。いろんな演奏ありますから、なんかそれを自分が演奏するときに、まあ奏でるときにそのまま真似してみるってことを繰り返し繰り返しやってみてください。そうすると自分がだんだんなんとなく感覚をつかめてくるはずです。これはよく言うんですけれども、これ演技の方でよく言いますね。演技、自分がどういう風に演技していいかわからないって言った時に、自分が感動した演劇だったりドラマだったり、まあそういうお芝居だったりいろいろあると思いますけれども、そういうものを聞いて、まあ声優さんもそうですよね。声優さんとか、あと演劇やる人とか、まあ、YouTube の演者でもそうですけれども、何でもそうですけれども、何か自分が感動したもの、すごいなって思ったもの、これは音楽の演奏もそうですね、を真似してみる。ひたすら真似してコピーしてみるってことをやってみると、そのコピーに夢中になっていって、そうするとコピーをしていく中で、ああ、なるほどなって感じることとか、自分が、あ、こういう感覚なんだ、没頭するってこういう感覚なんだとか、自分の湧き出たものを表現するってこういう感覚なんだっていうものが見えてくると思いますので、その辺をぜひぜひやっていただけたらなと思いますし、自分の音楽表現とか自分の音楽でやりたい、演じたいものがもう分かってる、やりたいものがあるんだけどできないって人いると思います。これもまあ音楽表現の話の時もしましたけれども、こういう人は自分の技術を上げていくことを集中していった方がいいですね。音楽表現は分かってるわけだから、自分がやりたいって思ってるものはあるわけだから、それを素直に口でというか楽器で表現できるような楽器の実力を持てれば、それはそれで解決なわけです。どっちかは自分で分かると思います。演奏した瞬間に、
自分が吹きたいものが決まってる人っていうのは、これね、結構、生まれつきの部分もあるんですけれども、パッと楽譜を渡されて、で、演奏してみて、ああしたいな、こうしたいなって感じた人、見本演奏も聞かずにですよ、感じた人っていうのは感覚がある人。で、感じない人っていうのは感覚がない人です。別にこれは、どっちが優劣をつけるわけではないですね。どっちがいい悪いではないです。で、感覚ある人は技術を上げましょう。で、感覚のない人は誰かの真似をして、その感覚を少しずつ培っていくことが、大切になってきますんで、やっていっていただけたらなと思います。ということで今日は皆さんがちゃんと音楽を演奏してますかっていうお話をさせていただきました。楽しんでいただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、サブチャンネル、その他いろいろ、公式 LINE、オンラインサロンいろいろやってますんで、気軽に登録、フォローいただけたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。